OK。 じゃあ、最近、俺の YouTube で上がってる沖縄移住者、沖ビレメンバーに聞いてみた。沖縄移住は結果的にはどうなのか、どんな感じなのかという動画を撮ってって、今回ちょっと顔出しはできないですけど、20代男性の健太です。お願いしよろしくお願いしまます。健太と申ーしす。はーい。健太20、あれ？何歳やったっけ？27なんですけど、早生まれなんで、一応28の代8ので代。すね。はい。28の代で。移住してきたのが最近やん。めっちゃ最近やん。そうです。5月16日に移住してきた感じですね。5月16か。もはい。う2ヶ月ぐらい経ったんや。そうですね。ちょうど2ヶ月くらい。どう2ヶ月経って沖縄は。そうっすね。まず、僕、釣りがメインで沖縄は当然来たんですけど、シンプルに、まず一匹でかい魚が釣れたっていうのそうと、やったやん。やっぱとんでそうっもすないね。の釣ってたな。そうなんですよ、おかげさまで。沖縄新記録かなんかじゃなかったっけ？そうです。一応その今年、2024年の僕が釣った魚がそのマクブっていう幕魚なん府、ですはいけど、はいはい。なんか現地の人でもほぼ釣れないみたいな魚で、たまたまそれを僕が釣れちゃって、たまたで、ま。そうっす。で、そのサイズが今年の、釣りとかだとダービーって言われる、なんか大会みたいのがあるんですよ、1年を通した。で、僕それには参加はしてないんですけども、そのダービーの記録で言うと、その1位だった人よりもでかかったっていいう感じです。やいや、もしそれでとって、その時連れとったら優勝してたってことやね。そうですね、このままいけば普通に優勝だと思うっす。すげえな。それがたまたま釣れたっていうのやからね。そうっす、マジ本当に宝くじ当たったばりです、確実いやいや、そんな、まあ、健太ですけど、なんで、沖、いに。はい。や、なんでというか、沖縄移住したいなって思い始めたのはどれぐらいの時やった？そうですね、沖縄移住をしたいって思ったのは、去年のちょうど10月くらいですね、沖縄移住したいなって言ったのが。結構前やな、言っても。そうですね、これも結局釣りなんですけど、関東の方で結構その釣り、遊漁船とかに乗ったりとかして、釣りをたくさんしてたんですけど、その沖縄の釣りのそのポテンシャル、その魚の大きさっていうのが、本州とは比べ物にならないくらいでかいんですね。そうなんや。そうです。なんで、例えば僕がその関東、都内に住んでたんですけど、都内に住んでた時は千葉まで行って遊漁船乗って、よく言う、有名な魚で言うとブリとかを釣って、で、ブリの大きいサイズで80センチとか細長くて、で、3キロとか4キロとかそんな感じなんですけど、やっぱりその沖縄だと、いちいち船に乗らなくても、本当漁港とか、要は砂浜とかからそのくらいのサイズが狙えるっていうふうに考えて、で、あとプラスアルファ沖縄って当然海に囲まれてるんで海近いじゃないですか。釣りって当然そのお金かけても釣れないことたくさんあるんですけど、そうするとでもお金だけは飛んでってみたいな感じなんですけど、沖縄の場合であれば本当釣り行きたい時に釣り具屋行ったりとか、なんならコンビニとかにも餌売ってるんで、売ってる本沖当に。縄は。そうっすよね。だから仕事終わったタイミングでフラッと行ってでかいもの釣れたら最高じゃんって思い始めて、そっから沖縄ちょっと行ってみたいなっていうのと、あと YouTube とかでその釣りの動画を見て、結構その沖縄とか九州方面のこうやっぱり釣りを見てる中で大きいの釣りたいなっていう、気持ちが、それで今な火る種ほがど。感じです。もうまさに釣り移住よね。そうです、もう完全に。ハワイのサーフィン留学的な沖縄の釣り移住みたいな感じだよね。そうですね、完全に。釣りしたい、まあもっと雑な言い方になるかもしれないけど、釣りしたくて移住したみたいなもんやもんね。これさ、どのタイミングでさ、沖ビレ見つけたん？てか、その沖ビレ見つけたってどこで見つけた？インスタとか YouTube とかいろいろあるけど。それで、言うと、まずその僕が5月16日に来て、だいたい多分5月末とか、また6月の半ばくらいかな。そのくらいの期間に多分沖ビレに入ったんですけども、そうやったね。そうですね。で、そこの経緯としましては、シンプルに、沖縄来てずっと釣りしてたんですけど、全く釣れなかったんですね。で、釣れないもだから、60時間、多分70時間くらいはずっとその打ち込み釣りっていう釣りをずっとしてたんですけど、釣れなさすぎて、
さすがに沖縄来た意味なくなるっていうのと、あとちょっと心折れかかってたんですよ。そう。だから、とりあえず、釣りに詳しい人とつながったりとか、または一緒に行ける人を、こう、見つけないと、このまま多分、釣りしてても釣れないなって思った時に、とりあえずネットで、沖縄サークルとか、っていう風に、普通に検索したんですよね。Google で。で、その時に確か SEO1 位かなんか出てきたのが沖ビレだったんですよ。検索の一番上に出てきたと。そうです、そうです。あ、そうなんや、そうや。初めて知った、俺も。はい。はい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 。そうや、そうなんや、今。はいはい。そうです。で、それで、あ、こんなんがあるんやと。あ、そうです、そうです。で、とりあえず、まあ、入ってみようと思って、で、まあ、入ってみてっていう感じでしたね。なるほど。で、今、だいたい2ヶ月ぐらい経ったという感じだよね。そうですね。あ、はい、心折れかけてたんや、もう。まあ、そうっすね、釣りでは。釣りが思ったより辛かったよ。そうです、そうです。まあでもさ、ケンタ、俺ら絡んでて結構思うのは、はい、釣りのイメージよりも、うんうん、なんかこう、俺らあれやん、みんなで海行ったりとか結構したりとか、ゲームしたりとかするからさ、はいはいはい。で、絡んでるからさ、うん。単純に遊び相手が増えたっていう感じだね、オケビレ入って。そうですね。あと遊ぶ手法、手法というか、遊ぶ種類が増えたかな。うん、確かにそれはそうですね。なんか僕も最初釣りメインでこっちに来て、で正直別にその友達が欲しいとかっていうのもあんま特に思ってなかったんですよ、うんうんうん、理由としてはその結局 2,3 ヶ月に1回は結局その都内に、はいはい、で仕事してっていう風には思ってたので、ぶっちゃけまあ 2,3 ヶ月別に1人で暮らすにおいては特に問題はなかったんですね、うん、なんですけど沖ビレに入って、あの周平さんいらっしゃるじゃないですか。はい、周平さん、はい、動画にも出たね、はいはい、そうですね、周平さんにいろいろこうまあ絡んでいただいて、でその時にシュノーケルとかを教えてもらって、うん、で海潜ったらめちゃくちゃ綺麗で、はい、まあ、あの釣りをメインで来たんですけど、今はぶっちゃけシュノーケルの方が楽しいっす。だってさ、シュノーケルさ楽しすぎて GoPro 買ってたよ、もう。そうっすね。買いました、買いました。GoPro 買って、あのフィンとかさもさ、はい、めちゃくちゃちゃんとしたやつ買ってたよ。うん。もう完全に楽しむ気満々になってきたよな。そうっすね。まああとはそのぶっちゃけシュノーケルのやっぱやり方とか、うん、あとは道具っていうのも未経験だったので分かんなかったんですけど、うん、もう周平さんがもう手取り足取り全部教えていただいて、はいはい、まあ、とりあえずやると、うんうん、まあで買っちゃえばやるしかないし、うん、でやったら楽しければ最高だし、うん、で逆に言うとやって楽しかったけど安いの買ったからもう一回買い直してさらに金かかるっていう買い物するくらいだったらこっちの方が賢いよねみたいな。なるほど。まあ力説されて、まあ言われるがままに買ってみたらクソハマったって感じです、ね。ああ、もうあの良かったやな、結果的に買って。あの結果的に、はい。なるほどなるほど。まあ沖ビレ入ってその思いもよらなかったわけよね。その自分がシュノーケリングにこんなにハマるとは、っていうかシュノーケリングを始めること自体が。うん、全然。なるほどなるほど。まあまあ良かった。俺らからしてもな、その沖ビレで海行くときとかって割と大人数で行くやん、5、6人とか。うん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 。やっぱりあの沖縄の海って水難事故めっちゃ多いから、うん、ね、水難事故多い理由ってほとんどが一人で行ってるパターンだよね。うん、なんかあった時にこう誰もこう助けてくれないというか、うんうんうん、まあ沖ビレで海行くメリットの一つかもしれないな、それが。そうですね。なるほど。じゃあさ、そのまあまあ沖ビレはいろいろこうやってて、まあ沖ビレどうしようかなと思ってる人も視聴者の中には多分いると思うねんけど、まあ、その、うんうん、ケンタの目から見て、はい、沖ビレこんな人におすすめできますみたいなのある？こんな人やったら入ったら効果あるかもみたいな。あー、なるほどですね。それで言うと、まあ、まず沖縄来たい人全員入ればいいんじゃないかなっていう。そうやな、おっしゃる通りですね。でもまさにあの本当に僕思っていて、で沖ビレの良さって僕まだ入って2ヶ月なんで、まあそこまでその良さをこう分かりきってるわけではないんですけども、今のその僕が感じた沖ビレの良さっていうのが、まあシンプルにその自分のやっぱり一人であのこう沖縄来て
まあ、じゃあ例えば仕事するなり、まあ、沖縄をこうどう満喫するかとか考えるのもいいかなと思うんですけども、先ほどこうお伝えしたように僕シュノーケルとかあんまり興味もなかったし、まあ、あのやったこともなかったので、で、まあ、そういった点で言うと沖ビレの人たちとつながって、まあ、とりあえずこうシュノーケルやってみたらハマってすごく楽しかったし、うん、あとはまあバーベキューとかもあるじゃないですか。ある、めちゃくちゃやるね。で、まあ、バーベキューとかその人との交流っていうのがすごく増えたので、逆に言うとその沖縄をどう楽しんでるかっていうのをいろいろ聞けたことがすごく良かったなっていうふうに思って、いろいろな人の沖縄の楽しみ方が知れたっていう。そうですね。例えばまあ中にはあの那覇の栄町でめちゃめちゃ飲むのが楽しいっていう子もいるし、そういうイベントもあったりするからね。あ、そうですね、まあ、それこそシュノーケルも一つだし、あとはじゃあ例えばシンプルに買い物行きたいなとか、まあ、何かやっぱり沖縄で生活する上で僕最初車なかったんで、うんうん、でその時は例えばその、沖ビレハウスに、はい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 、そうですね、方に、うん、あの車出してもらって連れてってもらったりとか、うんうんまあ、そういうところで、まあ、すごく良かったなっていうか自分の知見が広がったなっていうのもそうですし、沖縄の楽しみ方がすごく増えて経験できて、結果的にやっぱり沖縄来て良かったなっていう気持ちがやっぱりすごく高まったというか。あ、なるほど、なるほどね。100点満点の答えや。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。まあまあということでね、もうあの十分いろいろ喋っていただいたんやけど、まあ、あの沖縄移住、はい、移住するって 一つそれとっても、うん、あの人とのつながりで健太みたいにこう自分が思いもよらなかったことをしてみたりとか、うん、人の楽しみを知って自分もそれやってみたりとかっていう面白みも、まあ、このキビレみたいなオンラインコミュニティを使うことであるとは俺も思ってるので、うんまあ、これを見られてるね、はい、おきびれ検討中の方もそういう楽しみもあるので、ぜひ概要欄から沖縄ビレッジ検討してみてくださいということで、今回は20代男性メンバーの健太に喋ってもらいました。今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとう。